こんにちは、速報健康な時間です。今日はですね、集中をしたいとき、あとは気合を入れたいときの、運動奏法を紹介したいと思います。まあ、この方法はですね、他にも骨盤引き締めたりとか、あとはお腹を温めて、冷えを取る方法でもありますので、ぜひ試してもらいたいと思います。では説明します。まずはですね、仰向けで膝を抱えて胸の方に強く引いてください。その時に足首は反らして指を曲げておくとやりやすいです。まずは、窮屈な姿勢になるので自然と息は止まるんですけども、そのまましばらく回っていると自動的に下腹部中心に大きく息をするようになります。下腹部に息が入ってくると、下腹部も温かくなってきて、ということは、丹田にも力が入っている証拠でもあります。はい、これだけで OK です。まあ、最後やめるときも重要で、いきなり立たずにまず手を膝からもものあたりに添えながら、で膝を曲げたまま足全体をゆっくり下ろしてください。この時に、腰が床から浮かないようにお腹に力を入れておいてください。最後、足が床についたら膝ゆっくり伸ばしてください。はい、以上です。気合入りましたか？もちろんです。はい、以上川越とベイ先生がお送りしました。